始めます。近年スペシャリティコーヒー業界は急速に進化していますよね。その中でこの大会の存在はスペシャリティを成長させた大きな理由の一つと言えるのではないでしょうか。業界の最先端が詰まったこの場所では新しい取り組みや技術、魅力あふれるプレゼンテーションが次々に生まれます。そしてここで起こる新たなコーヒー体験は業界のトレンドとなり、時間差で必ず実際のお店でも体験できる日がやってきます。例えば2017年 JBC 決勝では全選手が芸者種のコーヒーを使用しました。あれから2年が経ち、今では多くのお店で芸者のコーヒーが楽しめるようになっています。つまりここは未来を示す場所であり、その未来を作っていくのが僕たちバリスタなんです。スペシャリティを扱うお店も増え、お客様のコーヒーに対する意識も高まり、多くの方がコーヒーのファンになっています。芸者のコーヒーがお店でも楽しめるようになった今、次のステージへのレベルを求める未来はすぐそこまで来ています。今日はそんな少し先の未来から始めて、その後どのように進化していくことでどんな未来を作っていくのか体験していただきます。まずはエスプレッソからご用意します。コーヒーはコロンビア、セロアズール、芸者 XO ナチュラルプロセスです。芸者種を次のステージに引き上げたこのコーヒーはお客様にとって新たなコーヒー体験となり感動を与えます。農園の標高は1950メートル。この十分な高さから明るい酸が作られ、夜間は霧一面に覆われた環境の中、チェリーはゆっくり成長していきます。これにより糖分が生成され濃厚な甘さが作られます。この地域は太平洋に面していて、冷たい風と暖かい風がミックスされた穏やかな気候のため、フレーバーの発達がしっかりと行われます。そして XO という独自のプロセス、生産国での新しいプロセスへの取り組みは凄まじいスピードで進化しています。 WBC 決勝でもここ2年はほとんどの選手がそのようなコーヒーを使用しており、業界のトレンドです。この世界で起こっていることは間もなく日本でも、そして実際のお店でも体験できる日が訪れます。つまりこれが間もなく訪れる少し先の未来のコーヒー体験です。そんな新しい取り組みの中でもこの XO ナチュラルは甘さのボリュームと液体の透明感、そして複雑さを持った素晴らしいコーヒーなんです。生産者のリゴベルトさんはさまざまな実験や研究を繰り返し、常に新しい取り組みにチャレンジしています。そしてこの革新的なプロセスが生まれました。25度未満で温度管理をし、60時間の発酵工程を行うことでボディとフルーツフレーバーを最大化します。使用するチェリーの糖度をブリックス値で正確に18度に揃えることで均一な発酵を促しました。これらの徹底された発酵工程の後、28日間天日乾燥させ、3ヶ月間保管することで水分含有量を安定させます。これらの乾燥工程のプロセスが液体の透明化につながっているんです。そしてこのプロセスが芸者の品種特性に加わることで複雑なとても素晴らしいコーヒーに仕上がるんです。ローストは1ハゼ後の温度上昇を一気に下げ、ディベロップメントレーシオを 21% で設定することで甘さとフレーバーを最大限引き出しました。抽出のレシピは 20.5g の粉量で 44g の抽出。さあ皆さんの今日のエスプレッソのフレーバーです。レッドグレープ、マスカット、ほのかにブラッドオレンジ、アフターはカカオです。タクタイルは
ミディアムウェイト、スムースでラウンドなテクスチャー、クリーンスイートフィニッシュです。液体がしっかり混ざるように今日は5回混ぜてお飲みください。どうぞ。お待たせしました。はい、お待たせしました。どうぞ。さあ、よろしいでしょうか。続いてミルクビバレッジです。プロセスの進化の取り組みと同じように今後も業界はますます進化していくことが予想されます。その中で僕たちバリスタも進化していくためには常に美味しさの要素を追求して続けることが大事です。ミルクビバレッジのエスプレッソは 20.5g の粉量で 40g の抽出、濃度感を上げミルクと調和させます。そして抽出したエスプレッソはそちらのワインを注ぐときに使うエアレーターという器具を使いエスプレッソをそこに通し空気に触れさせます。これにより香りを開かせミルクを加えたときのフレーバーをより明確にします。さらにエスプレッソの温度も下がることから甘さと質感が向上し一体感のある素晴らしいミルクビバレッジが完成するんです。ミルクは凍結濃縮 90% のものを 80g 注ぎます。フレーバーはブルーベリーヨーグルト、チョコレートアイスクリームです。僕は今回なぜこのような美味しさを感じるのか知りたくなり研究機関の協力を得て好奇成分の分析を行いました。他の産地の芸者やファーメンテーション系のプロセスのコーヒーと比べてみるとこのコーヒーは有機酸の成分量が非常に多くこのため力強い酸を感じることが分かりました。またワインに含まれているフルーティーな香りを持つエステルという成分が非常に多いためミルクを加えることでエステルという成分が非常に多いためこのコーヒーのメインフレーバーがブドウだということが分かりました。このブドウ缶にミルクを加えることでブルーベリーのような風味に仕上がります。そしてヨーグルトのようなフレーバーは発酵物に含まれているケトン類やフラン類という成分がXOプロセスの長期プロセスにより多く生成されたためでミルクを加えることで感じることができるんです。どうぞ。同じようにアフターのアイスクリームフレーバーも発酵の際に生じるバレル酵の中にフェノリックというバニラと同じ成分があることで失礼しました感じることができるんです。そしてここにコーヒーのローストからくるチョコレート感が加わりチョコレートアイスクリームのアフターに仕上がります。このようにバリスタがコーヒーと向き合う手段は今後さらに科学的になっていきます。どうぞ。科学的な分野や今回エスプレッソを空気に触れさせるようなヒントになったワインの業界など今後はさまざまな業界と融合し美味しさを追求していくことが。お待たせしました。
未来を作っていく上では大事な要素になります。さあ、進化していくコーヒー業界の未来はどうなっていくのでしょう。今後はさまざまなことが時代の流れから自動化することが予想されます。コーヒー抽出に最適なレシピはもちろん、タンピングなどの細かな手作業まで全て数値化され、レシピ設定するだけでどこでも誰でもハイクオリティなコーヒー抽出が可能になります。これはバリスタが不要になるということではなく、バリスタの重要性が高まることを意味しています。どこでもハイクオリティなコーヒーを楽しむことができるので、お客様の求めるレベルは今とは比べ物にならないぐらい高くなります。その中で新しいコーヒー体験を作り続けることができれば、バリスタの価値はどんどん上がっていきます。そのために必要なのが、先ほどお伝えした美味しさの要素を追求し続ける探求心と、さまざまな要素を融合して新しい価値を作り出すクリエイティビティです。シグネチャーはコーヒー業界と他の業界の知識や技術を融合してドリンクを作っていきます。まずこちらは冷やすことで甘さと質感を向上させたエスプレッソ4ショット。抽出のレシピは 20.5g で 44g の抽出。こちらに副材料を入れながら約2分間攪拌していきます。こちらはコーヒー業界のファーメンテーション系のプロセスをイメージしたブドウのシロップ 15g。 成分分析からもブドウはこのコーヒーのメインフレーバーだということが分かり、その核となる部分を引き上げます。このようにピオーネにキビ糖を1対1で加え、アルコール発酵しないように10度以下で4日間寝かせました。続いてバーの業界のウォッシングという手法を使って、こちら 50g のミルクに 100g の水出しコーヒーと 5g のレモン果汁を加え、2時間置きこすことで出来上がるコーヒーのホエー、こちら 15g、 ホエーによるタンパク質によりマウスフィールを向上させます。水出しコーヒーはエスプレッソと同じ豆をお水と1対15で混ぜ10時間で抽出しました。続いてこちらで抽出した玉露を加えます。京都宇治産の5香の茶葉 8g に氷を 40g 加え、水出しで90分抽出することで渋みを伴うことなく旨味の塊を抽出します。こちら 5g、 玉露にはアミノ酸、美味しさの要素につながるアミノ酸が豊富に含まれています。これにより甘さと酸味、そして質感などあらゆる美味しさの要素を引き上げます。続いてこちらに、ベルガモットティーの茶葉 3g とバニラビーンズ 2g を 200g のお水に入れ、真空度 90% にして60度で1時間数尾しました。この料理業界の手法を使うことで酸化を防ぎ、香りを短時間でインフューズすることができます。こちらを 150g、 ベルガモットは芸者の品種特性、バニラは XO プロセスの特性をそれぞれ引き上げます。香りは最後に加えます。先にフレーバーをお伝えします。一口目がライチ、二口目にはレッドグレープとカカオ、アフターはブラッドオレンジから徐々にネグローニのような美味しさに変化していきます。香りを加えますので飲まずにそのままお待ちください。生産者のリゴベルトさんはこの XO プロセス用のコーヒーを農園で食べてみるとライチの味がしたと僕に教えてくれました。さまざまな業界の知識や技術を組み合わせ、生産者の思いを表現できたことはとても嬉しく思います。ドライアイスで香りを加えていきます。煙が入りましたらすぐにそのままお飲みください。僕たちバリスタは常に美味しさの要素を追求しクリエイトし続けることで進化していきます。そして新しいコーヒー体験を作っていきます。
それがバリスタの未来です。終わります。もうジェビシー2017のチャンピオンで、その年 WBC ではセミファイナリストになりました。もう皆さんご存知の、はい、石谷貴明バリスタです。素晴らしい競技でしたね。ありがとうございます。準決勝終わってみていかがですか、今のご感想は。まあ、よかったじゃないですかね、はい、特に見て全く何の問題もないように見えましたしね、はいはいはい、なんかいろんな業界の、はい、このこうコラボレーションっていうのかな、こう自分で取り入れてっていう、はい、ワイン今数えてたらワイン業界、はい、バー業界、お茶業界、料理業界、はい、全部一応今回は取り入れようかなと思いまして、はい、全部入ってましたね。それはなんか理由があるんですか、そういろんな業界の要素を取り入れる、まあ、今みたいな仕事をするようになって、年々その他の業種の方と知り合う機会も多くなりましたし、まあ、コーヒーを求めてるっていうこともなんとなくこう肌で感じてて、うん、その人たちと話してるとやっぱりコーヒー業界だけではないそのまあ脳みそというか、あ、まあ、美味しさのその角度の違いとか、やっぱりいろんな業界の人と話すことで新しい発見があるので、まあ、それをこれから未来にこうつなげていけたらなと思って、ちょっとこういうプレゼンテーションを今回作りました。いや、プレゼンテーションとしてはね、本当に素晴らしいと思ったんだけど、はい、結構ね4つの業界の要素を取り入れなきゃいけないとなるとね、はいはい、難しかったんじゃないかなと。そうですね、まあ、でも、なんでしょう、結構プレゼンテーションが先にやっぱり決めて、うん、でまあ、食材を選んでいくうちにもっと他の抽出の方法とか副材料の作り方はあったんですけど、うん、まあ、いろんなそのバーの方だったりお茶の方だったり、まあ、料理の方からヒントをもらって、うん、まあ、よりそのよく素材を扱うためにはそういった業界の手法を使った方がいいのかなと思って、ちょっと今回は無理せずにっていうよりかはもう自然に入ってきたような感じですかね。そうですか、はい、僕はプレゼンテーションでここで起こることはもうちょっと先の未来にみんなが体験することなんだよっていうのがもうなんか一気に引き込まれるというか、そうですね、これ今後なんかどっかで飲めるようにもしかしたらなるかもしれないと思ったら、ちょっとこうなんかいつ飲めるんだろうみたいな感じ この見方をしちゃいましたけどね。未来のコーヒー体験だと、未来を作れる場所なんだってメッセージは非常に良かったんですよね、うん、はい、すごい刺さりました。うなずきながらまあちょっと聞いたなっていう、はい、ちょっと体験させてもらってもいいですか、はいはい、せっかく前にあるので。さっきからすごい香りがもう、これなんか今から入れてもちょっと大丈夫な感じ、はい、いいと思います。あ、じゃあちょっといいですか、入れていただいて。バニラミルクティーみたいな、これはこれをなくなる前にこの香りを感じながら飲んだ方がいい。そうですね、すぐに飲んでいただくと。おー、あー、おー、すごい香り。入るっていうのだけでもなんかおーって思いますけど。いただきます。あー、これ香りすごいね。すごい。これは何なの。これはこのベルガモットティーの茶葉とバニラビーンズをスービーして、それがこれになってるんだ。で、まあ、インフュージョンさせたものですね。ものすごい甘い香りがまずきますね。まあまあ明日もインタビューすることになるから、もうこれがいいですかね。だといいですね。いやいや、もうさすがチャンピオンです。素晴らしい競技でした。またあそこでインタビューできることになります、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。第6競技者石谷貴明バリスタでした。お疲れ様でした。